えー、皆さんこんばんはドクター林です歌って健康笑って健康歌と笑いは最も安上がりな健康法、まあ、というわけで歌と笑いと健康をテーマにして、えー、毎回素晴らしいゲストの方をお招きしてお,してお送りする1時間でございます、えー、今日のゲストはサッカー解説の宮沢ミッシェルさんです えー、この番組宛てのおたより宮沢ミシェルさんへのご質問等、ど,どしどしへお寄せください、えー。病気に関するご質問は、私、ドクター林が分かりやすくお答えいたします。えー、メールは、789、アットマーク、KFM789.co.jp、789、アットマーク、KFM789.co.jp、ファックスは、0356705332、 ゼロ三五六七ゼロ五三三二です。えー、どうぞ、どしどしお寄せください。えー、もう本当はね、先週は寒くなったと思ったんですけどね。まだ夏がぶり返したにまた暑くなったり、なんともね、定まらない。気候の一週間でして、今日もだだ暑かったですよね。えー、で、これね、お腹に来る風邪って流行ってるんですね。あの、突然、こう、胃のあたりが非常にこう痛くなって、もう救急車を呼ぶようなことぐらいになる。で、そう、実際、救急車を呼ぶ、私の知り合い、何人もいるんですけども。それで、病院に行って、まあ、注射を受けたり、点滴を受けたりすると。 ケロって良くなってしまうで後で下痢をしたりする人もいるししない人もいるとまあ、いうこういうねこれ風邪の一種だと思うんですけどもまあそういうのが流行ってますそれからあとは今度は喉の風ですね喉がすごく真っ赤に腫れて、えー、痛くなるこれも熱が出る人でない人いますけどもこれも、えー、ある特殊な RS ウイルスというんですけどもそういうので、えー、その感染が非常に流行ってましたでこれも早めに手当てをすると割と早く熱も下がって喉の痛みも消えるということなんですね 何事も早めに手当てをするといいと思うんですけどまあ、だか,らかからないようにするには越したことないわけで、えー、かからないようにするにはよくうがいをしてよく手洗いをするということなんですね。まあ、かかってしまったらもう我慢をしないで早く医療機関にかかってお薬を飲むということですね。から肺炎もねなんか流行ってるそうですよ。まあ私のところにまだ来た患者さんいませんけれどもおそんな話最近聞き始めてます。そそれこそ、ね、もう早早期期発見早期治療ですから あどうも熱が続く咳はが止まらないといった時はすぐ病院にかかってレンティングを取ってもらって早く抗生物質を飲むことだと思いますね。とにかく早期発見早期治療というのはまあえ健康維持の一番の基本的なことだと思いますね。それではね今日はまず「健康になるその歌で健康になろう」と歌謡外来のコーナーですね。歌は心の玉手箱 心に染み込んだ体験苦しい時の心の安らぎ暗い闇に迷い込んだ時は一流の光となって行き先を照らしてくれた音の響き歌を通して生きる喜びを感じることができた様々な思い出を乗せて流れるあの歌この歌杉瀬氏の思い出と歌とともに手繰り寄せてみましょうさあ思い出の扉を開きましょうまず1曲目でございますね、えー、今日はね10月9日 春日八郎さんの誕生日ということですね、えー、お送りしたいと思います愛する人への母情の念をこらえきれずに来てみたが愛したあなたは異国の人よ名前と名字が反対の青い目をした長崎の人、えー、田中幸男作詞林勲作曲昭和38年のヒット曲でございます長崎の人まず聞いていただきましょう さあ、ここで、えー、本日の素晴らしいゲストの方をご紹介しましょう。えー、サッカー解説者で、い、え、ら、ー、っしゃいますね。もう皆さん同じみです。宮沢ミシェルさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> 皆さん、こんばんは。もうね、宮沢さんが存じようにも、宮沢ミシェルさんでしたら、もう、まあ、サッカー解説者ですけども。はい、えー、どうかです、ね、一番最初は、藤田、藤田工業、工業です。まあ、そうですね。ね <laughs> そこから建設会社でしたね。<う>あの頃はね、今のベルマールですね。<laughs> あベルマールそうですね。はい、それからジェフ一、ジェフ一払って。はい それで、えー、j リーグで日本代表まで、はいね、ノミネ出されたんだけど、怪我で出れなかったと、そ,ででその最後に引退された先生にはよくこく分かって、ね、くれていますよね、<laughs> い,<や>いろんな事情ですね。<laughs> 先生はあ僕のチームドクターでもありましたからね。 いやいやいやでも本当にあの頃はもうでも全然あの頃体形も変わってないですよねそうですね逆に筋肉がもう全部なくなっちゃってですね簡単に筋肉と落ちますねだ脂肪にだけならないように今までやっぱりトレーニングされてるんですかんかいやもう僕は本当先生腹筋痛めたり股関節痛めたりしたんでもう本当にストレッチやるだけが自分の健康のバロメーターっていうかそれで維持しているとだん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 筋肉も落ちてくる体重も落ちてくる年になると いやで,すねでもた例えばサッカー、現役のとって、やっぱりかなり食べるわけでしょ食べます、食べます。サッカー自体だって、かなりカロリー消費するし、一試合やると3ねえ、3キロぐらいすぐ休せますもんね。だからかなり食べるはずなんで、はい、結局食、食事の量っていうのは、あんまりや,やめても、はい、あの変わらないのが普通じゃないですか、だから相撲取りのなんでもみんな、やめても同じように食べるから、ああうふうにして糖尿になってなんかするわけですけども。はい 矢田さんなんかの場合は結局そのやめたら少少ない量でいいんですか？あのいや一時はね六キロ七キロ行きました。あ増えたね増えましたねやっぱりねもうもう痛みを抱えてグランド行かなくていいと思ったら子供連れてディズニーランドだとかで帰りにファーストフード寄ってまたまた帰りまたコンビニ寄ってなんでなんでこういうみたいな。 子供たちのレベル低いもの食べるななんて言ってたのにもう自分から食べ始めてどんどんねうまいなうまいな僕はね現役時代より運動やってる時よりやめた時の方がもうご飯はうまかったですねあんかゆっくり食べれるし現役の時ってなんか機械マシンだから食べなきゃいけないっていうねだって試合終われば すぐおにぎりが出てきてすぐですよおにぎりみたとかパンダとか出てきてオレンジジュースとあと僕らの時はサプリメントこんな手のひらに余るぐらいのガンガン食べてアミノ酸だとか取ってそういうあれだからもう嫌だったですよ現役やめてねバナナねバナナとおにぎりとオレンジジュースはね56年は一切食べなかったねああもう疲れた本当に疲れたなるほどね途中からああれですかその とその今の選手の練習方法というと、うんはい、それから当時の昔の、ね、<ー>選手のなんかこう、なんか違うところがあるんですかね、違いますね、やっぱりね、僕らはそれだけ環境も整ってませんでしたから、ええ、やっぱり根性論できましたよ、ええ、そうでしょ、それはまあ、もう科学的にちゃんと、えー、これ以上一日にやっちゃいけないだとか。うん 毎日少しずつやることがいいことだとか、うんね、僕らもそうやって言われたことはあったんだけども、うん、肉体が一つしかないなんていうのはもう30過ぎに分かりましたね、うん、壊れてから分かるもんですね、うん、肉体っていうのはね、うん、でもそれまではもうどんだけやっても壊れねえんだからなんて一日何万本蹴っても大丈夫だろうなんて、うん、そういうことでやってきちゃったんで、うん、今の子供たちは小さい時からそういうのは教えられるんで、うん、あ,のあんまり無理しないだけど、うん 最近はそれに逆にギャグ比例で精神的なもんが育ってこないっていうねあそうですねそうですよねだから限界を超えて超えたことがないっていうねうその時自分がどうなっちゃうのかみたいなちょっと怖い話になっちゃうんですけどね結構あの頃もそもガンガンに練習しながらもこれ結構け健康管理というかそういうの気を使ってたもんですかあの頃は。あは僕らは晩年ですね28歳で J リーグが始まったのは僕30歳29の終わりなんですけど、うん、93年ですね92年か その時30歳を過ぎてたんでその頃はもう本当に気遣ってましたね20の後半からですよ回復力がやっぱり先生落ちてくるじゃないですか同じパフォーマンスはね体力的にはできるんですよところが回復力がね伴わない次の日があれと思うよねグランド行ってほんで調整し始めて あ、また同じ舞台に乗れるっていう、やっぱり若い人たち同じようにメニューこなすわけなんですか、だから。まあ、全然、あ、同じ、同じ目、同じ目。だけど、回復は遅れるんで、そこだけはちょっと、自分のリズムでやらしてもらうっていう、三十過ぎはね。まあ、合宿行ってても、午前午後二回、ね、夜入れて三回なんて言われると、もう。回復しないから、そげていきますよね。ベテランが一番そげますよ、ぶわー、すぐ痩せていっちゃう。だから、痩せていくっていうのも。 あんまりいいことではないね運動選手にはまあそうでしょうね、えー、関取よく言いますもんねプロレスラーなんかもそうじゃないですか、うん、あの太れなくなったらまずいんだみたいなあそうですねまあでも今はねやっぱりプロレスラーも要するに 本当にその形を気にしてますから、うん、太らないようにするとつまりだからその筋肉はつけるけども脂肪をつけないようにということで食事に非常に気を遣ってるんですよかすかだから要するに見た感じでは、はい、もうプロレスラーらしくないなんか、まあ、アスリートみたいな感じですねいわゆるねはい、はい、そういうのを目指してますからなん、まあ、となく見ても大き,いな大きい感じしないなと思ったみんな変わってきましたね、えー、ゴルファーも変わってきたし,、うんしうん、野球選手も変わってきたしね、うん、アスリートになってきましたよくね。 いました最近は最近なりましたねいやいやいや本当に野球選手と同じホテルに泊まってこっちはねサッカー選手だったけども合体のでかさが違うんですよ未だに違いますよ野球選手の肩幅はね先生と同じですよグーンとねもう張ってるようなでも腹もボーンって出るみたいなでもあれで走れたりねそう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 走れるんですよあれでねだって若い時朝まで飲んでね まあ朝までって三時ぐらいまで飲んで、次の日本当にブルペンじゃないあのマウンドに立ってるピッチャーいましたよ。金城さんとかね、昔。今サッカー選手どう？サッカー選手どうなんですか？あんまりそんないないですけど。サッカー選手無理。無理ですよね。無理だね。あの運動量だとね。でお酒も一杯飲んで二杯飲んでも残る人は残るじゃないですか。残らない人は循環が良くて残らない。強い人ですねお酒に。そうですね。残る人はね、僕なんか残る方だから。ダメ邪魔もうチャッポンちゃんぽんなとかなんかいらなかったですね。だから。 一切飲まないいっていうね試合前とかはもうもちろん飲まなかったですし、うん、かなりの前の日は節制するものですか試合ない,いやもうサッカー選手はほとんど今の若手は飲まない人もほとんどだと思うしうあの飲むのも試合が空いた時とか、うん、シーズンの途中で2週間空くだとか、うん、そういった時にそうい時しか飲まないだと思うなもう回復できないと思いますよでシリーズ中はあんまり飲むことなんかないわけですねないですね僕らの時は必ず 飲むなよって言われてても部屋でシュパッて落と音して、うん、<laughs> そうあれジュースの音じゃねえだろっていうあ<ー>あのでもそれがストレスの解消法であって、うん、その選手は全然グラウンドではバリバリ動いてましたよ<ー>だすぎないってことですよね何事も、うん、まあそうでしょうね飲みすぎない、うん、飲み過ぎない、うん、健康の番組だからな今日緊張するんだよ <laughs> 健康ゲラゲラクリニックって先生いつからやられてるんですかいいやいや 健康のことをね、ミシテルさんに健康のことをやっぱり話してもらいたいなと、健康管理をね、うん、やっぱりあの結,構結構私から印象では,あ頃は、あののまはあ、よく病院に行られたこともあるけども、も、うんえー、健康に気使遣ってる人だなという気はしてたんですけどね、いや、年だし、何年かいて、年っていうかね、まあね、<laughs> ただ、でも先生、運動選手術って体がんがん使ってるから、ええ、体強いって言い方もあるけど、 すぐそういうウイルスを引き入れちゃうっていうのもあるし、疲れてっから、そうですね。かなりそういう時は免疫力落ちてますよね。落ちてますよね。先生、先生の顔見ると元気なんだけど、どっちが運動選手か分かんないような体してるからね。それからあのやっぱりいろいろチームドクターとかそれからマッサージとかいろいろいたけども、意外と基本的にあんまり使用してないですよね。先生たちはね。いやいやいや、いや大事にしてますよ。大事にね、大事にあのまあまあマッサージのね人とかは若手なんかはまだまだあのそんなに語れないし、でも。 我々いました妻木さんだとかねまだ今クリニック開いたりしてるけどああいうは張り打ってもらってすげえ楽になるっていう経験もありますしあ筋肉傷んだ筋肉をこういい方に向かってね変えてくれるドクターもいたわけでそうですねああいう方々がでも先生いないと結局僕らって成り立たないですよやっぱりマッサージ受けないでねあのずっといけるっていう選手は いいないんでね若手でもベテランでもベテラン特にね、うんうん、そういう面では気ぃ使ってました、うん、必ずこれがおかしいっつったら次の日に残さない、うん、この筋肉こんぐらいでいいって言って、うん、あのマッサージの人は触れば分かるじゃないですがか一応、ねね、この針きてるよっていうからき、うん、てるんだったら抜かなきゃいけないしねこういう針で抜くのか風呂に入って抜くのかとかね、うん、まあでもブラジル人監督の時には風呂に入ってほしくないわけ。 風呂に入るって文化ないでしょ、向こう、シャワーでしょ、本当に怪我して傷んだときだけ、リハビリであのぬ,るいぬるま湯だとか、ジャグジーに入るってのあるけど、うん、風呂に入る文化がないから、試合前とか、風呂に入るじゃないですか、それをことごとく嫌がるんだよね、うん、筋肉が緩むっつって、うん、肉離れするぞとか、うん、いやそんなこと、グランドで入んなくても、結局ホテルに行って、うん、ホテルでみんな入るから、日本人はみたいな。うんうん、本当かかっっててら言う全然そんなの平気って そんな何十分も入れねえよね運動選手はそんな監督上ってやっぱり違うもんと違うもうん本当う,<ー>うブラジル人はそうだったし英国人はもう細かい人でねあのワインもダメだぞってワインっていうのは向こうは体のためにいいもみたいな感じだから、うん、次の日練習きつくてもあの英国人が 英国人監督が連れてきた選手も平気でで飲むわけですよワ、うん、インは体でいいんだなんて言われちゃって、うん、本当ですか先生あとで聞きますよ <laughs> いやいや本当にいいんにで一、まあね、杯だとからねい,いいんだなんて言うんだけど、うん、英国人の監督はダメだぞ明日はハードトレーニングだからダメ、うん、試合前はもちろんダメだけども明日はハードトレーニングダメだからそれこそね夜の営みもやめろってはっきり言う選手に そんなね、あなたが連れてきた選手のようにね、日本人はね、激しくないのよって、そんな話いらなかったですかやそういうこと、本当言うんですよ。でも、外国人だとすごいからね。あるいは野球選手なんか結構奥さんたち集めて、食事のあれだとか、そういうことも含めてね、いろいろ話をする会があるらしいですけども、サッカー選手、どうなんですか、サッカーあるんですか、今あります。サッカー選手の方がね、先生、ヨーロッパから来てるから、そういうの早い。みんんな奥さをまずの お料理作れる人にしなきゃいけないからで今若い選手が結婚するんですよすぐ付き合えっていう前にも結婚しちゃうからねまあやることねまあいいんでしょうでもそういうほら若い女性をもらうからやっぱりそういうのできてないじゃないですかそうすると必ず球団に呼んでごのあの勉強会をもう必ず年にね今球団2回はやるかな1回は必ずやるで2回は多分そういう若い人たちを呼んでそうしないとだって体 いいトレーニングしても、いいご飯食べて、いい休養しなかったら、でかくならないですもんねうん。俺みたいにこうやってね、飲んだくれてやると、痩せていくばっかりだったいやそんなことないですよ、そんなことないですでも本当あのジェフの時は、もうとにかく一番びっくりしたのは岡田さんですよね岡田、あの前監督ですか前監督、ね 二軍の監督だったりしょんたが寮に住んでてずっと鎌倉かなんか家があってずっとその寮に住まい込んでみんな選手と一緒にやってて時々私の時来たんですけどねお母ちゃんね皆さんご存知のお母ちゃんねあ本当にねあの頃の自分を言われるとねかたくなに否定するんですよ僕は岡田さんと同じチームでなんだかんだって半年ぐらいトップのコーチと。 で育成の方やられてさ、いやいや、俺はお前教えてないって言うんですだから自分のね、あの時は失敗した、多分何かなんだよね。うん、あ,あのユースの時に勝てなかったとか、何かそういう、あれ、引け目はあの人は感じない人だから、いつも一生懸命な人だから、ただあったんだよね。自分が出来上がってなかったと。だかあれは言われたくないらしいんで、だから俺いつも言うの、それ。あのユースの時どうだったですか岡田さんでジェフは始まったんですよ。であ、違う違う違うって、かたくねに否定するよ。それが今やね。ねあれだけなると本当は思わなかったですね。アフリカのワールドカップで。 うん、2>, 2回目の代表監督やってアフリカのワールドカップの時大変だったんですよ実は20日前にもうダメだっつって辞めるって言ったんだから<ー>辞めるっていうのはね「本当に私でいいんですか?」っていう、はい、韓国に1年で2回しかもホームで負けたんですよ02かなんかコテンパで<ー>で本当に私,の私が監督やっていいんですかって、うん、それが南アフリカ6月14日の去年のね前の20日前ですよ、うん、そこでそんなこと聞いて。 やめる気は全くなかったらしいんですけど、うん、一応ね負けたし2連敗してるし、うんうん、でそっからチームをガラッと変えたんですよ、うん、あれがすごかったもう戦い方も変えた本当に初戦のカメルーンが6月14日だったけど最後のヒントをつかんだのは6月の11日だからねしかも試合に予定組んでなかったジンバブエかなんかをバスで20時間かけて来てもらって練習試合やったところで新しいシステムを試してそれで OK その時も引き分けだだったんだ、うん、点数取れなくて0 0だったんだけども、うん、これでみんな一番不安がないからこれこの形で戦うって言ってカメルーン戦ですそしたらカメルーンが俺たちはもう解説者はダメだと思ってましたからみんなねなんか不安抱えてるしさそしたらカメルーンの方がもっと悪かったよ、うん、もっと不安かけて監督との間がいろんなことあっちゃったりして、うんうん、これで先制点取った時はみんな解説者が弱みで。 いけそうだぜなんて <laughs> これでで僕ら本当サッカー界終わっちゃうと思ったからナデシコと一緒ああこれでサッカー界ここ簡単にこけたら終わっちゃうよみたいなえまあ岡田さんのだからあの辺の判断力ですよそうですね本当ですねやっぱり見る、えー、がいろんなことやっつあの我々なんちゃか 人は顔で判断しちゃいけないなってヤンヤンそっちですねヤンヤンもう朝起きた時ひで顔してからねお母ちゃんはねもうほん髪の毛おったってるらもうひでもうね俺なあの羽田空港で何回も会う時あるんだけど朝早く僕ら六時何分の飛行機で行く時にとても声かけられない時ありますよ、うん、もうボッサボサの髪の毛で前の日飲んじゃってんじゃねえのこれ <laughs> みたいなもう声かけないですそういう時はね もう、お互い飛行機乗ってきますよ。いやいや、まあ、そういうことでね。あの、まあ、今日は、その、一つは、一つはテーマ歌ですから。歌ですね。歌なんですね。それで、ええ、三浦みちるさんは歌をね、なんか、レコード出してんでしょあ、それ忘れてください、先生。それはもう、あの、昔のあれですからこれは触れちゃいけないところですね。ええ、まあ、まあ、やらしてもらいました。いろんなことをね。一度ね、飲みに行ったりすると、前川清の、そして神戸。前川清だった。三浦さんのお箱でしたね。よく聞きましたけれどもね。今日は、宮あ、ミシェルさんのね。 えー、推薦曲として一曲を聞きしていただきたいと思います。マイカアキヨシの花の時愛の時これは何んか思い出があるんですか。いやーまあ思い出がありますね。い,んすいろいろあるじゃなまあマイカアキヨて直立不動でいつも歌って歌う人がこういうおしゃれの曲歌うのかっていう。あそう確かにね。ね今は鳴るとちクールファイブの歌と違いますもんね。もう違うなと思ったのと、うん、いい声してましたねその頃ね。うん、大人に変身していく頃です私も。ああなるほど。はい、<laughs> それでは聞いていただきましょう。花の時愛の時。 はい、えー、今日はですねサッカー解説者の宮沢ミシェルさんと、えー、お迎えしてやっております。えーはい、まあ歌のねあのー、今ちょっとそうそうそう残念でした今ね今赤ペラが流れてね。そうでしたね。俺ドキドキした。俺歌えって言われてるのかなと思って。そうでしたね残念でしたけどまあ、えー、まあそういうことでその宮沢さん歌もねお好きだったお,お父さんが有名な講演ソーシャルなんかでしょ。はいね、そうなんですよ。それで日本に。 来てそのお母さんと知り合って結婚されたとそういうことで宮沢さんもなんかピアノが得意でいやピアノはね本当にね親父が厳しすぎてまあ親父はアコーディオンだったんですけど逃げましたね親父からピアノはもう全然できませんねおってたんですか音楽は親もうそれから僕スポーツに行っちゃったんでスポーツに行っちゃったからピアノは何回か舞台にはね行ってるんですけどもただもう全く今も楽譜も読めないし 全然ですすね逃げた僕本当にお父さんの厳しい指導からあまりにも来てただって小学校の時何やりたいんだっつって親父に気使遣ってピアノって言ったんですよしたら2日後に来ましたよこの箱ピアノがほんでもう学校から小学校帰ってきたらもうジュースも飲む前もう何もする前にとにかくピアノの前に座って音楽家って仕事休みの時家にいるじゃないですかもうガンガン3時間4時間当たり前だったからもうこれが苦痛でそれでねやっぱ子供頭使うね ピアノ教室に逃げましたよみんなピアノ教室ってとこ行ってんだなっピアノ教室に逃げてでもやってたあの頃やってたらよかったなって思わなかったですか思った思うでしょねえこういう時期にねで兄貴は僕に逆僕4つ離れてる兄貴がいるんだけども3つ半か離れてるんだけども兄貴はまピアノでバイトとか平気でできるぐらいにだからあんまり厳しく教わってないからなるほどなるほどなるほどああでも 残念だったですねそれは嫌いになっちゃったですねもうね、でも今とっても好きですよピアノ聴くのも音楽聴くのもね、ね。そうです本当にいいと思います今本当に歌う歌うぐらいですかそうですね音楽聴く歌歌うでもやっぱり人の歌聴きに行ったりね前から清さんの曲聴きに行ったりマニアックでしょ小倉圭さんとか僕らの時代はねまあさゆみさんだとかでよくしてもらってるのが僕さだまさしさんのね 時々どき田さんもあの曲歌,歌うたの忘れてずっと話してる時あるんだよね曲感を <laughs> 本当にね先生ね15分20分当たり前で喋ってる時あるよあ<ー>近所の人の家のね話まで言われてわかんねえよこっちはみたいなでも面白いみたいな澤田さんのね曲ねなるほどねこれいあやっとやっと流れてるねそう流れてるんですよいい曲なんですよあ上で被って喋っちゃったな俺 <laughs> <laughs> えーっとですねあのメールをいただいておりますちょっとあの読みたいと思います、えー、林先生宮澤ミシェルさんこんばんはあ<ー>体重や食事の話興味深く聞いています先生のファンなんでユーストリームで見ながら曲の時間はラジオを聞いています私は40代なのですが20代の頃から同じ程度に食していても、うん、今は太っちゃうんです代謝が落ちたからと言われても代謝というイメージがつかみづらいですこれから60歳70歳になっていったらどうなってしまうんでしょう 私は踊るのが好きなのですが汗が流れるほどには踊らないので、うん、ダイエットには直結しにくいです。ラジオネーーームスピさんからいいたただきまましたありがとうございますいえまあ確かにねああの代謝っていうのは要するにその基本的にはもう取るエネルギーとそれを消費するエネルギーのその,そのバランスのことを言うわけでして、えー、その食べてある程度年をとってくるとあのまあ若い頃と同じように食べなくてもちゃんと普通に生活ができるようになるわけでそれをこの気 頭の方ではその食べる量がどこ,らこのくらい食べるないと満足しないってことを体で思っちゃってますからその量を食べるとそうするとえ自然に当然そ,のそれをエネルギー消費することはなくなってますから太ってくるわけなんですねですからこの方はあの踊るのが好きっておっしゃってるんですけどもやっぱりあの運動でも何でもそうですけども例えばその有酸無酸素運動をやっても 100m 走ってもそんなにせないじゃないですか、やっぱり有酸素でゆっくりやった方が全然いいわけで,で,もいいですよね、ダンス踊ってるから、そう、ダンスだっていいですよね、えーまあ、なんかやられてるとすごくいいと思うんですけども、えー、ですからやっぱりその太,る太りやすい人は、やっぱり食べる量はとにかく減らしていくということが基本だと思いますね、うん、やっぱり運動を増やすっていうのはなかなか大変なことですから、年取ってからな特に逆に逆逆しなないいいい方がいいんじゃないですか逆に。 僕はあのいや運動をしないんじゃなくて増やすっていうことう。もういいですよねそうですよ本当に僕ボール蹴れない時に歩き始めて歩けるってこんなありがてえなって今僕走れないんですよ5五キ1 0キロ走れないですよもう全然痛みが先にちゃってだから全然歩くのに痛くないんでガんが歩くとあありがてえなっていう昔一日何十キロ走ってた人なんだけど本当ですよねでもそれでもねあのんていうのかな 先生どういう伝え方するんですか3食はやっぱり食べた方がいいんですかとかね3食はきちっと食べなさいっていうと僕ね3食食べてるとね太るんですだからあのまあ朝僕らの仕事って不規則だから遅い時は朝そんなに起きてご飯のために食べないじゃないですかそうすると昼と朝が一緒になってしまったりねでもそのぐらいがねなんか調子いいんだよね内臓的にも。 食べるよ別は別に2食したから1食が増えるってわけでもないでしょうん増えない。だって午前中は休んでるわけでしょ休んでる。休んでるわけだからエネルギーは消費しないわけだから食べなくても全然いいわけですよね。だから午後活動する時にはやっぱり食べてやればいいわけそういうことですからやっぱ3食食べなくて全然全く問題ないですよね。でトータル的に減るじゃないですか3食食べないで2食になってるわけだからそうするとね僕ですよこれは僕の話だけど内臓的にはねいいねこっちの方がいい。 夜はどうですか夜,夜はあのあのきちっと自分で考えないとやっぱりなんか帰ってきてほっとしてわ、えー、ーっと甘いもんまで食べちゃうっていうね、うん、そこが一番ほっとするところだから、うん、でも仕事がこう忙しい時にはそれでも太んないんですよ我々の世界ってね、うん、あちこち行ってるしところがまあ落ち着いた時間になっちゃうとやっぱり太り始めますよね、うん、夜食べるっていうのはね夜遅く食べるんですかうーん極力まあ控えてててますけど、まあ、帰ってきて 昼がほとんど食べない時もあるから夜は食べないといけないんですね逆にねだから体にはよくないですかいやいやだから食べる時間でしょうねそこから寝るまで何時間あるかとかそういうこと言われるじゃないですかよくね食べてから寝るまで3時間とか言うんで先生僕ね気をつけてるのは例えばスペインリーグってサッカーの解説やらせてもらっそうすると向こうの時差でやってるから大体スタジオに入るの夜中の3時なんですよで5時ぐらいから話して8時上がりってそうすると 緊張感が済んで、ね、はい終わったよって言った時に帰ってきて、ね、でも寝るっていう仕事ありますよね寝ないとその次の日もたないから、うん、でもほっとした気持ちで朝ごはん的に食べちゃうじゃないですか、うん、それで寝ると最悪だね、うん、<laughs> 起きた時昼間なのにうわ<ー>これ何この倦怠感みたいなねうわっていううん,うんだそのバランスは気をつけなきゃいけないですよね やっぱそれ今も気にしてやってんですかあ今は気にしてますね代謝が落ちるっていうのは分かるもんやっぱりそうですよねもう女房と二人で見つめ合ってるもんねおいおいどうなってんだあわいその二の腕みたいなあっぱどうなってんだこの腹って細いんだけどやっぱりつくとこってつくんですよねそう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 そんなに先生うなずかないでくださいよ確かに確かにそうだからなうん。 ね、わわとだからやっぱり年を取ったらやっぱりかなりこう自分を客観的にっていうかその客観的に評価しないといけないんで若い頃と同じような感覚で自分はまだこれができる何ができる、うん、この水たまりは飛べるんだとかねそういっうて思ってちゃ絶対ダメだめということですね,ねもうえてきたら自覚しなきゃいけない<ー>だからそんなにエネルギーも必要でないし取るエネルギーも必要じゃないし、うん、ということですよね,そ,すねえそれが一番長生きの秘訣だろうと思いますね。 えそれもう一つ、ねえー、メール来てます、横田林先生、こんばんは、毎週楽しみに聞いています、今日は宮沢ミシュさん、ゲストでびっくりしました、すごい番組ですね、ってすごいですからね、<laughs> スポーツの毎日プロレスのリングドクターということで、プロレスの話を聞きたいと、<う>えー、一番注目の先生、誰ですか、プロレスラーは風邪をひかないでしょうか、お酒は飲まないでしょうか、いろいろ聞いてみたいとおっしゃってます今度、ね、うん、機会があると、あそうそう来週はです、ね、プロレスラーのおー西村修さんが来ますからね、いろいろ話をしてみたいと思います。からね今ね はえー、まあぜひね,ぜひねいろいろお話を聞きたいと思います。あと先生不眠について聞きたいです。夜眠りについても途中で起きて必ず起きてしまうんですが、うん、朝起きると疲れが取れないまま仕事に行くことが多いです。うん、どうしたら改善されますかということですね。宮田さんよく寝れますか。寝れる時ときとまあ次の日公演だとかもうちょっとね緊張感の高いあれがあるときには、うん、なんかうまく眠れないなみたいなのありますけれども、うん、その辺の割り切りは。 あのうまくうなるようになりましたね「あ今日はしょうがないよな」って、うん、これだけのことやってんだからみたいなそうですね眠れない時あの,あの眠れない眠れない」って言ってもう気にしないで、はい、もう次の日はもう眠くなったら寝ちゃうぐらいの気持ちじゃないとダメですよねやっぱりね、はい、もう現役の時もそうでした、うん。うん、あこのゲーム頑張んなかったらクビにされんなとかってそういうの露骨にわかるから、ええ、いやーと思ってどうしようかなっていうとまあねパーッと高ぶっちゃうから、ええ、まあそれはそれでしょうがないやなんて思ってるとまあピッと何時間か寝て「うん、おう 良かったとかね。うん、まあ寝れないで試合やったことありますよ。怪我上がありね。大きな怪我の回復したときに、うね、うわなんで眠れねえんだろうなんて一睡もしないでやったこともありますね。<laughs> うん正直なとこ。<laughs> これ大丈夫かこの膝とか、うん、思いながら。でもまあ次の日。 ちょっと負荷はきちゃうけども、うん、次の日かなり寝れるし、次の日、ね、寝,寝れるね。だからそういう風にして、うん、あのま寝る眠くなったら絶対寝れるはずですから、うん、あの寝れない時はもう無理に寝ようとあんまり考えることもないと思いますしね。ただもうあんまり眠れない方はやっぱりある程度お薬を使ってあの少し睡眠のリズムを取り戻すということも必要だろうかと思いますよね。うんうん、そうですね、まあ、苦しいですからね。そういうことね。気になっちゃうとね、イライラするのが一番いけないですからね。<laughs> そうですね。 えー、ということでね、えー、もう一曲う、宮沢ミシェルさんの推薦曲をお書きしたいと思います。懐かしいっすよ、ね。抜群の歌唱力で一世を風靡いたしました。昭和史に残る名曲です。作詞・悪友、作曲・堤京平、歌・尾崎清彦、もちろん、また会う日まで。 えー、さあ続いて、えー、笑いで癒やす笑い外来のコーナーです、えー、この番組ではこれから活躍しそうな芸人の方を呼んでネタを披露してもらっています笑いで人々の病を治せるようなそんな芸人さんになってもらいたいという願いを込めましてこの番組で紹介してまいります、えー、それでは本日のお笑い芸人はポッケモンのお二人ですどうぞ はいどうも,ーどうもー鹿児島県出身ボッケモンです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますし。僕たちの出身地、鹿児島県ってところはですね、はいはい、夏から秋にかけて台風がものすごく来るんですよね。で、そこで活躍するのが台風リポーターなんですけど、うん、俺、できそうな気がするんだよね。いや、大ちお前、台風リポーターって結構難しいんだよ。できるの。 大丈夫任せてドンとタッチ見えどういうことよ触らないでって問題ないってそれを言うならノープロームでもねまあ今日は台風リポーターしたいからさ龍之介台風やってよいや無理だよ俺が台風するのは俺はスタジオのアナウンサーするから、うん、第一が台風リポーターすればいいかねあ分かった台風21号が鹿児島県に上陸した模様です、えー、中継先の大地さん はい。さらに中継が繋がっております。どういうこと中井くん五郎くんなんでスマップのメンバーが台風中継行くのよ正解。歌わなくていいから。お前が台風中継行って。俺が台風中継ねああ。現場の大地さん。はい。私は今、台風が上陸した鹿児島県に来ております。そちらの様子はどうですか言葉にできないです。お前を小田和正か。 俺は小田和正じゃねえよ分かってるいいよお前が小田和正じゃないのぐらい違うの台風リポーターなんだからもっと言葉巧みに中継してください<ー>現場の大地さんはいこちら現場の大地でゴンスわざわざか風が吹いて街がちんがねや方言が強すぎるぞお前鹿児島以外だと伝わんないからさ、ね、葛飾界にも伝わるようにして伝わるようにね現場の大地さんはい私は今台風が上陸した鹿児島県に来ている、はあ、どうされましたカメラマンである田中さんが だだと判明いいいいたたしまししまうでもいいわ中継してください見てください強い風に乗ってカツラが大空を羽ばたいておりますいやカツラの中継じゃなくて台風中継いって早く現場の大地さんはい私は今マックに来ておりますなんでマックにいいんだよ台風中継いけってえー、ポテトだけどんだけみたいに言うな現場の大地さんこれめちゃめちゃ美味しいわポテトを食べるなナゲットだよどっちでもいいわお前全然台風リポーターできてねえじゃねえかよだって俺本当はお祭りのリポーターしたいんだもん だから龍之介お祭り開始して無理いい加減にしょうどうもありがとうございましたありがとうございましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますもう何年ぐらいコンビ組んでやってコンビ組んでまだ一年半ですねそうなんだそんな結構経ってないですねえあのピンでもやってない別のあれやつだとかそういうわけじゃなくてあ別のも元々僕ら養成所で出会って僕が養成所に行く前高校時代に地元鹿児島でインディーズのイベントなんか でやっててそれ含めると僕が5年目であ5年ぐらいやっ、はい、でこっちは何もしないで1年目はい年目ですねえ年はいくつですか僕が二十歳です二十歳で5年もやってんのそうですね高校1年からスタートさせたんで <laughs> 15からやってんの <laughs>、はい、すごいねそれも、えー、で君はいくつですか僕が 24,、ね、24歳、はい、23ぐらいからやってんのそうですね23から始めて今 どういう効果で発熱がバット本当本当てる。治ですか。ありがとうございます。やっぱり誰もまあ方言は変わ治らないから、そうですね。鉛は抜けないでまあでもそれはそれでその味出せばいいのかね。出ていこうかなと思ってます。そうだね。え普段はどういうところでやってるの？普段はえっと僕はまだ事務所に入ってないんで、えっと中野の芸能衝撃ニュースとか中野ゼロとか基本的に中野が多いですね。 はい活動してます活動しますね長野のどっち側なのサンプラザ側なので今何だっけこっちとこっちって分かれるんだけどもあそうなんですか長野ごめんね俺詳しくサンプラザの中野のブロードウェイはいその辺りでいつもやってますねえいつもってどどの回だいたい週に三回あそやってんのはいライブには出てますね ネタいくつぐらい持ってるの？ネタはまだ僕は月に日本しか書いてないんで、十二本ぐらいです。はい。えどっちが考えん？あ僕が考えたんす。あちっこみの方が考えてます。あそうなんだ。すごいすごいじゃないですか。さすが5年でキャリアが。いや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 そんなないです。年なんですけど任せてますね。そうか年下のね。お本当だね。へえ。まビアズさんもどうですか？好きでしょお笑いは。もう大好きですね。あ本当ですか？だからあのそれこそ。 あのちょっとねお話しさせていただいてた増田さんだとかアメリカンザリガニだとかもうみんな売れる前はサッカーの方の番組に来てくれて関西で一緒に回してたり一緒におでん食いながら番組やったり全部やってきたよ。 ケモンさんに会うってことは何かがそうですよでしょみんな来るからねあのペナルティーのやつあって最初僕のイベントの司会だったんだからああこれはもうぜひお願いしますうわと思ってまあ来ない時もあるけどもいやいや来るよ構ね あの、コンビ解散したのもいるけれども。どっちにしようか。上げようか、おおそうだみたいな。本当に、素晴らしいよね。でも夢はあるんでしょう、やっぱり。やっぱり夢ありますね。うん、どんな夢。どんな夢。やっぱり、どこまで、どこまでたどり着くかきついよね。後々、やっぱりテレビに出たいんですけど、とりあえず、今は。舞台をいっぱい踏んで。認められるようになりたいですね。そうですね。うん。 俳優さんもそうですもんね。テレビでメジャーにある前も俳優部隊がぐんぐん行って。そうですこからくのぬ、抜かれてきて、テレビのドラマだとかね。はい。とかね。みんなそうだよな。生活、生活はどうしての生活。生活はアルバイトです。アルバイトです。ずっとアルバイトです。この後も僕バイトがあるんで。す。え、何やってんの?。バイト、聞いちゃっていいですか?。コンビニで上げちゃって。いや、僕、僕、ええ、たす、ええと、言っていいですかね。ファミリーレストランのガストで働いてます。はい。 <laughs> そして僕がなんですけど僕がまあ天丼店屋 <laughs> 天丼店屋,天,丼店屋天ぷら屋さんですま、えーえー、かないでまかないもあるそこまかないもある天ぷらなんですけどい <laughs> うんでもまあねずっとそういう生活ってわけでもいかないでしょうかそうですね。どっかでねまあブレイクしなきゃいけないしブレイクしなきゃブレイクするか見切りをつけるかどっちも。難しいですね。見切りつけなきゃいけないですね。サッカー選手もねもう地域でリーグでやるだとか例えばまあ J リーグ年取ってやめた後がまだ下でやるんだとかもう一回ねあまあやり切ったやつはいいんだけどもう一回そこを目指すんだっていうやつは本当毎年ながらやってるんですよ。ああサッカー選手も毎年してるんですね。パッとここであの 東の方でお会いした時にうわう可愛く見えてくんだよね先生は厳しいことやめるからお前どうすかちゃんと判断してやれよなんてさそんなことは僕らにできなくてでも少なくとも可愛いよねだって俺あれだよまあ僕はその企業のねトップで昔プロなんかない時にサッカーと仕事をやりながら食べてたのサッカーだけで食べたいじゃないそうですよねなんとかその 年の終わりにレギュラーを取って、はい、よしと思った時にみんなと同じ給料に初めて大卒の初任給と同じ給料で命かけてやったから本当に命かけてたからそうそう俺絶対これでもう離さねえってっ命かけなきゃダメだもうねそれは命ってオーバーなんだけどやっぱ覚悟だよ、ね、覚悟です、ね、覚悟これがあるかないかでやっぱりね、はい、来るか来ねえかっていうのはあるよ ですよねやっぱり命というか覚悟決めて突き進むやり続けなきゃだめですよねでやめるのも覚悟だからねよしっつってあっつってドーンっていく時もあるからああそうだよねいい話聞きましたね今日はねだから西食わしてもらうのに先生に食わしてもらって俺はこういう担当だからすすごいなそうですでも宮田さんあれですか そ,う知らそれ初めて聞いた話だけど、はい、要するに働きながらサッカーやってましたってことですかだから、怪我しちゃったら、何パーセント以上の試合に出なかったら、そのボーナスももらえない。僕の時、バブルの時代でやってたね、会社はバブルだったから、はい、そうすると、バブルの普通の社員は3回ボーナス出るんだよ。うん、だから俺、そんな時にプロ契約で、わけがわね、何月給同じでやってて、はいはい、でやつらはボーナス出て。 俺がプロでやってのつらより低いっていうのは許せなかったから意地でも試合に出なきゃダメだっつってねそういうのはモチベーションになるよモチベーションきついよバイトやってなあそうですまかないがあるからありがたいしょバイト先のありがたいですガストもあんのガスはえガストはえっとお金払ってお金払って食べんのそうです自分の時給払ってはい300いくらであ百。それは安いんだ300いくらでなかなか今の弁当屋でものり弁食べらんねえだろそう今微妙じゃないですか食べられますよねはい いや俺そういうの見てるからあのアメリカンザリーガニもみんな見てるから頑張ってほしいなと思うよ頑張りますねっほポッケモンさんってどういう意味なんですかポッケモンさんポッケモンっていうのは鹿児島の方言で強い人とかはっちゃけてる人はっちゃけてるバカみたいなことを一生懸命する人とかそういう意味なんですよねはいポッケモンさんえンポッケモンでねはいはい

必ずねやっぱり今日今見て思いましたけどねブレイクする時期が必ずありますからねありがとうございますがいぜひ頑張っていただきたい私はいつも言うんだけどね要するにお笑いでね結局相方を相方を叩いたり相方をバカにしたりして笑いを取るのもあるじゃないですかだけどああいうのそれを見てお客さんたちが一緒に笑ってるってことはこれはいじめだと思うのですからそう言ってなくて やっぱりもっともっと本当に質の高い笑いを、ね、作ってもらって、はい、私は本当にか笑いによって病気を治す人を癒す、はい、そういうお笑いをこれから作ってもらいたいといういつもそういう気持ちを込めてや,、はい、やってもらってますから、はい、ぜひこれからそういうのを目指して頑張ってま,いますありがとうございました。と、えーまあ、うございうことで今日は楽、ね、しく宮沢ミシェルさんと一緒にまたボッケモンさんも入っていただいてお、えー、話をしてまいりましたけれどね。 ええ、まあ、本当にありがとうございました、皆さん。いやいや、もう、楽しみたあの、ドタキャンするんじゃないかなと、私は半分以上。ってますいやいや、いや、何を言ってますか、日本人。忙しいんですよっていうから。いやいや、違う、違う、週末はね、ジリーグもあるし、いろんなリーグもあるし、それを覚悟で。もう、全然、全然、喜んでまた、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。来週から、毎週来るから。毎週来る。 本本当に本当にあの、まあ、そういういことで私は、まあ、健康とか歌,歌とかね、はい、それからの笑いっていうのはいつもその健康のもとだっていいますけども結局歌を歌うってことは非常にこの酸素を取り込むという腹式呼吸が、ね、非常に体にいいと言われてますけど、うん、そういうこともあるしそれからやっぱりこの歌を歌う時には非常にこうリラックスして好きな歌なんか特にそうです。うん えー、副交換神経非非常常にこうにに優位なってきてきリ,リラックスするとそれによって免疫力が上がるというそういうあ<ー>あの作用がありますので歌の好きな方はもうぜひ歌っていただきたいなというふうに思うんですねそれから笑いはもうこれも科学的にせあの実証されてますように笑うことによって,けてあの自然中力のもとである NK 細胞というのがう活性化するというのがこうデータでいっぱい出てますからねうん、うん、それって要するにその病気を予防したり、えー、その自然中力が高まるということが分かってますので大いに笑っていただきたいと。 でも年寄ると笑うこととかないでしょ、ね、いや、僕は笑いますああ結構笑う。<ー>じゃあ、それは今日だって<構>笑って,てないです先生。そういう人は健康なんですよですね。ポケモンのネタにも笑えるじゃないですか。いや、本当にそういうことでね、もう無理しててもね、やっぱり笑っていただかないと健康にはなれないということで、えー、ぜひとも皆さん笑、笑っていただきたいなというふうに思うわけです。えーまあ、そ,うそういうことで、えーまあ、今週も1週間、まだ暑い人がね、 え寒い日とかどうなるかわかりませんけどね、本当に予測つかない天候ですよね。ですからまあ本当に皆さんもく,く,くれでも体に注意されまして一、えー、週間笑って過ごしていただきたいというふうに思います。えー、それでは最後にこの私のお歌、はい、お医者さんばね。お医者さんばを聞きながらお別れをしたいと思います。<ー>えー、あ、聞いてるか先生。お医者さんばって歌ったんです。歌ってんですか先生が。そうそうそう歌ってる。ほーいやでも勉強になったなこの番組。<laughs> ね、そう。 <笑><笑>じゃあ皆さん本当に今日は今週 <laughs> もうお疲れ様で<笑><笑>今週一週間またお元気でおごりください。<laughs> <laughs> はい、じゃあまた来週もお見にかかります。それでは皆さんさようなら。ありがとうございました。